解析曲ですよろしく。空港にて永遠のような手続きを経て荷物検査中遅い殺しのみんなケース中身何ですか俺のコメントを信じるあー意味は悪いのだったんだよ保険へのうちこそちょちゃつけ形ないものだけ知る壊さなきゃ始まらないから I'm free どのだもう通じないかかりまあ壊れても責任は負えません笑いの冗談で思い出した失踪した友達壊したか壊されたかそれで何を信じた行けば仲間さダメゲー OK やもんちのとっちゃって本気で壊すことは本気で作る方法に価値はあるのかここのど価値なんかないもんだと言ったボブ・ディランを信じる排斥って何かっていうところから、まあ、時間ちょっとありそうなので説明すると、僕らの1個前の、4回生の方々、まあ、2人その4回生の方はちょっと2人いるんですけれども、まあ、そのハイステークスゲームっていうすごいバンドがありまして本当にすごいバンドで、そのバンドをちょっとなんかパクってちょっと俺らもかっこいいみたいに見られたいっていう欲求を満たすためのバンドですのはずやったんですけどもやっぱハイステークスゲームっていうバンドがすごすぎて僕らが浮いてしまうっていうすごい、悲しいバンドでございます、まあ、そんなことはどうでもよくて、まあ、イブサイ3日目、まあ、イブサイ3日間やってるとやっぱりこういろいろと思うことはあると思うんです、まあ、いいこともあるやろうし悪いこともまあなんか腹立つわとか嫌やわとかなんかこんな言われたとかなんかいろいろとトラブルとかまあそんなもあると思うんですけれどもまあそんなことはとりあえず置いといてまあどうせ明日がやってくるわけですから明日がやってくるそれをみんな知ってるわけですからねみんな知ってるでしょ明日やってくるって明日やってけへんかったらそんなもう人生終わりですからねそんなねうんそんじゃあ明日やってくるいやそれを知ってるうんじゃあうんじゃあどうするこの手この手皆さんこの手ありますよねうんじゃあそこのちょっと部長っぽい感じの人ちょっと この手をどうするんですかちょっと大声でお願いします伸ばしましたはい正解皆さん伸ばすんです明日がやってくるそれを知ってるからこの手を伸ばすんです皆さんいいですかもう今日こんないろんな鬱憤とか全部忘れて盛り上がってくださいダイブでもモッシュでも何でもかかってきてくださいよろしくYeah!
ました。3日目、皆さんもっともっと盛り上がっていきましょう。ありがとう。